平均故障間隔とは、機械システムや情報システムなどにおける、信頼性を表す指標となる数値。英語の mean time between failure から、MTBF と略される。次儀通り、故障から次の故障までの平均的な間隔を表している。言い換えると連続稼働できる、時間の平均値である。つまり、MTBF の数値が大きいほど信頼性の高い、 システムであると言える。また、故障率はこの値の逆数で、故障率イコール1、MTBF となる。故障しても修理することで再使用できる修理系システムに用いられる語であり、修理できない非修理系システムの故障寿命を表すには平均故障時間が用いられる。よく勘違いされることではあるが、MTBF は対応寿命を表す指標としては有用ではない。 推定寿命や対応年数を算出するには、加速度試験などに頼らねばならない。MTBF には連続動作時の2種類がある。通常、CCS の方が条件が厳しく、MTBF が短くなるが、蛍光灯、HDD ブラウン管テレビ、自動車、飛行機などでは、起動時に大きい負荷をかけるため CCS よりアイカスの方が、MTBF が短くなることがある。 原子炉、航路、飛行機、コンピュータなどでは、停止時にも大きな負荷がかかるため、アイカスでの MTBF が短くなる傾向がある。MTBF イコールシステムの稼働時間、故障回数で求めることができる。実際には、ある特定のシステムを何時間も監視するのではなく、同じシステムを何個も監視し、個々の動作時間を合計した、総動作時間を使って、 MTBF を算出する。例えば1個のシステムについて100万時間の稼働時間中10回故障したと仮定すると MTBF は10万時間であることがわかる。しかし100万時間もの間システムを監視し続けることは現実には不可能である。そこで実際には同じシステムを10万個用意するなどして100時間だけ監視することで延べ1000万時間稼働したと仮定する。 この100時間の間に10万個のうち100個が故障したならば、やはり MTBF は10万時間であることがわかる。常実の2つの例は MTBF が同じであるにもかかわらず、直感的には前者の方が信頼性が高いように思える。これは MTBF の算出方法では、摩耗や経年劣化の程度を考慮しないためで、後者の稼働時間を合算する方法では、 統計学的、論理的には正しいが、現実的には誤った指標となってしまう可能性が高い。MTBF が感覚上の故障感覚と乖離があるのはこのためである。コンピュータシステムの信頼性を総合的に評価する基準として、RAS、レ a シスという概念が存在する。信頼性はシステムが安定して稼働し続けている時間から見た。 安定性の指標平均稼働時間である。これと対になる指標として、保守性が挙げられる。平均修復時間は、システムの保守性を表す指標であり、修理に費やされる平均的な時間から算出される。MTBF と MTTR から、システムにおける可用性の指標である、稼働率が導かれる。稼働率が高いほど、そのシステムは正常に動作する。 稼働率の求め方 MTBF が大きく、MTTR が小さいシステムほど可用性が高く、総合的な信頼性が高いシステムであると言える。ありがとうございます。